ゆっくりしていってね。かもしため！おっしゃ、行くぞ！かもしため！おっしゃ、行くぞ！始まりました。今回の第1試合の相手はレインボーミカです。絶対に負けられない戦いが開幕しました。相手のミカはガラッキックをそこに中継などで落としてきませんね。それは異常性です。ようにてガラッキックで攻めていきましょう。いやー、このエンド危なくなってますね、ミカ。どうしよう。危ねー。一番いいところでミスしますよねー。わーいわーい。ラウンド2です。やはり相手の方はドロップキックを対処できないっぽいです。このまま画面端で跳ねさせてもらいましょう。もう手を出さん、あらあら、右から一点、やばい状況ですね。このまま下でローに使ってきましたか。やるわけないだろう。みんなからやれるのでは全く違いますね。意味がわかりません。いつの間にかやられちゃっています。まさにと言われてしまう。最終ラウンドです。確定冒険と場面こぎ合いですね。おや、これが強いのなにかは画面端で相手を対空で落とした要因をかけられますからね。画面端の鬼が失敗今回は。ミカはじゃんけんが強ければ勝てますね。始まらないだろ。格の違いをお見せしますね。第2試合の相手はカリンです。最近ポイズンでカリンと対戦をしていて、必ずしも距離を取らなくてはいいのではと思うようになりました。最低限ポイズンの大攻撃が届く距離で、しまきま技を置いていた方が勝率が一番高い。仮に相手に距離を取りたがっていた技がよりに近づいてくるのですが、大Pが届くような微妙な距離では使ってこないんですよ。必ず使ってこないとは言い切れないんですけれども。ラウンド2です。この技で近寄られるのが嫌なんですけど、あまり距離が離れていないとすげー飛んできます。この飛んでくるのが当然的にはあるでしょう。しっかりと対空ができるようであれば、ポイズンの J スキルを使用することで、画面端に追い込められる場面が多いんですよ。今行っているカリン戦ではこの攻略、位置がついていないので、画面端に置かれていますが、ここからはカリン戦がかなり楽になりました。両王剣などカリンは連発してくるんですけど、大Pや中継を置いておけば相手から当たりに来てくれますからね。かなりいいですよ。すべてお見通しですわ。最終ラウンドです。この離れて様子見ムーブがかなり危険です。このくらいがちょうどいい。あー、右から画面端に変わるのはないですね。しかもノーリ使ってくるんかい。離れているとオロチも使ってきますね。近いとシャガミ大攻撃飛び、もしくは両王剣、これだけで最初が非常に楽ですね。序盤でのスコールがいいだけですから、相手が届く技を打つと、これだけで勝てます。どうして勝てますかね。捕まえた。この気づきね、あの時まで来たからのカリン、マジで問題したい相手でした。当然使いの方がいれば、バカが何か言ってるよ。程度に参考にしてみてください。
ご視聴ありがとうございました。また見てね。